皆さん、こんにちは。かつて俳優の船越英一郎さんと現在実業家の松井和代さんの離婚騒動が世間を騒がせました。船越英一郎さんは1960年7月21日生まれ、神奈川県足柄下郡湯河原町の出身です。船越英一郎さんは2時間ドラマの帝王という異名を取る俳優です。その通りに2時間ドラマ枠への出演が多い俳優ですが、連続ドラマ映画への出演もあります。1982年に俳優デビューし、2007年に連ドラ初主演を飾っています。父親母親ともに俳優で、母方の曽祖父は飯島組創業者飯島二郎さんという家系です。父親船越英二さんは2007年に脳梗塞で、母親長谷川由美子さんは2010年7月に転移性肺がんで亡くなっています。たびたび共済化エピソードも聞かれたご夫婦ですが、結婚15年目の2016年に離婚危機報道がありました。そして2017年になると、以下でご紹介する松井和代さんの暴露で大騒動に発展することになります。当時船越英一郎さん側は松井和代さんに離婚を求めていました。さて、どのような騒動に発展したのかというと、下記の経緯をたどります。松井和代さんが2017年7月4日の深夜、 YouTube で動画をアップし、船越英一郎さんが別の女性と不倫関係にあると主張しました。その女性とは松井和代さんの知人女性であり、ハワイに住んで結婚して子供もいると告白しています。動画では船越さんが2008年から重度の糖尿病を患っているにもかかわらず、精力増強剤を飲んで別の女性と交渉しているなどと訴えていました。女性については、松井さんの友人で、ハワイに住んでいて結婚して子供もいるとしています。前年ハワイで船越さんは 100ml で10時間もできる薬を使って不倫相手と交渉しまくった。ハワイでも噂になっており、ハワイの友人から何度も連絡あったって夫婦気取りで過ごしていることが分かった。帰国して一緒に寝ていると、ハワイで飲みすぎた薬のせいか深夜に心臓発作で汗だくになっていた。それなのに自分は被害者のような顔をして離婚しようとしている。私のおかしいと思っていることはノートに全て書かれている。これらが動画の内容から読み取れました。さて、このことについて船越英一郎さんの所属事務所は不倫の事実を否定していました。ところが大手ネット掲示板によると、船越英一郎さんの浮気相手は成田美和さんと噂されていました。なんとお二人は2012年のテレビ東京放送ソロモン流で共演をしていたそうです。この共演をきっかけに交際に発展したのではと見られていました。船越英一郎さんの浮気相手が特定された理由とは一体何だったのでしょうか。松井和代さんが YouTube で公開した船越英一郎さんの不倫写真が原因のようです。この写真と松井和代さんが暴露した情報によって、成田美和さんが船越英一郎さんの浮気相手と特定されたようです。船越英一郎さんの浮気相手の特徴として暴露されたのが次の通りです。船越英一郎さんの浮気相手は松井和代さんの親友であること。船越英一郎さんの浮気相手はハワイのカハラ在住で、ゴッドハンドの異名を持つエステシャンであること。船越英一郎さんの浮気相手は既婚者で娘がいること。ハワイのカハラ在住で、ゴッドハンドの異名を持つエステシャンと言われたら、それだけでだいぶ限られてしまいます。ここで成田美和さんのプロフィールを押さえておきましょう。成田美和さんはアメリカ合衆国ハワイ州在住のエステティシャン、フェイシャルアナリストとして活躍しています。成田美和さんは1975年生まれで、年齢は当時42歳の神奈川県横浜市の出身です。3歳の時に両親が離婚しており、母子家庭で育ったそうです。成田美和さんの母親は成田和子さんという方で、料理研究家として活躍しています。成田美和さんは18歳で学業のためにアメリカワシントン州に渡米後、数々の資格を取得し、26歳でハワイ州にて起業をしました。成田美和さんが起業した2001年はニューヨークで 9.11 テロがあった年で、ハワイでも旅行客が激減し、前途多難なスタートでしたが、
失敗してもパートオブライフと考えていたとテレビ番組のソロモン流で話しています。その後口コミで顧客が増え、現在ではニューヨークやラスベガスで行われるビューティーコンベンションなどでのセミナー講師をするなど、多くのハリウッド俳優や歌手の専属フェイシャリストとしても支持を得ています。成田美和さんは顔の筋肉や肌を見ることによって生活習慣や体調などを把握する独自の手法フェイシャルアナリシスを考案し、フェイシャルアナリストとしてアメリカ、日本等でのサロンワークのほか、スクールインストラクター、各地でのセミナー、スパコンサルタント、サプリメンテーションアドバイザー、化粧品開発などを手掛けました。当時ハワイ州にてエステティックサロン、オーガニクエビューティーハウス、ボタニクエサンクチュアリーを経営しています。船越英一郎さんの浮気相手について週刊誌フラッシュは以下のように報道しています。これによれば成田美和さんの経歴と一致しているように見えます。お相手とされているのはハワイで著名美容家として活躍する日本人女性 A さんで、年齢は43歳、ワイキキの高級住宅地カハラ地区にエステサロンを構え、アラモアナにも店舗を持っている超セレブです。特にフェイシャルエステの評判が高く、彼女の手術は80分400ドル以上とか、渡米して美容学校に通い、さまざまな資格を取得、ハワイに移り26歳で独立して成功したやり手ですよとハワイ在住経営者は語ります。実は成田美和さんですが、25歳の時に明石家さんまさんの人気番組である恋のから騒ぎに出演されていたとの情報もあります。残念ながら17年ほど前のことなので、当時の画像や動画はネットに出回っていないようです。成田美和さんは2003年に結婚をしています。成田美和さんの旦那は7歳年上の元プロサーファーで、現在は弁護士をされているカーターさんです。成田美和さんとカーターさんの出会いは友人の家で行われたホームパーティーだったようです。成田美和さんと旦那さんには2人の娘がおり、そのうちのティファニーさんはテレビ番組にも出演しています。成田美和さんと旦那さんのもう1人の娘さんについての詳細は不明です。成田美和さんですが、その後自身のブログを削除しています。成田美和さんは船越さんとの不倫疑惑が浮上してしまったので、事実であれば旦那さんとの離婚ということもあったかもしれません。しかし成田美和さんは不倫疑惑を完全に否定しており、松井和代さんを訴える姿勢を見せていたとのことです。ネットではさまざまな意見がありますが、報道当時の時点で船越英一郎さん擁護派の方が多い様子でした。それだけ松井和代さんの行動に不快感を覚えている人が多いということでしょう。仮に船越英一郎さんの不倫疑惑が本当であれば、離婚が成立していない状態で不倫をしてしまうのにも問題があるという声もありました。そしてついに我慢の限界だったのか、芸能界きってのおしどり夫婦として知られた俳優船越英一郎さんが妻の女優松井和代さんに離婚調停を申し立てました。2017年7月5日には松井さんが船越さんの不倫を動画で一方的に主張し騒然となったのですが、6日発売の週刊文春では松井さんによる船越さんへの壮絶な DV がつまびらかになります。夫婦の主張は真っ向から対立し、泥沼化は必至と見られていました。松井さんがまるでホラー映画のような衝撃の動画を投稿した日、船越さんの所属事務所は離婚調停の申し立てを認めた上で、それ以上のプライベートについてはお話しできませんとしながらも、一部に言われているような船越のプライベートに関しては事実ではないことをこの場をお借りして一言申し上げますと不倫は否定していました。離婚調停については6日発売の週刊文春が伝えていましたが、そこには申し立てに至るまでの壮絶な松井さんによる DV も記されていました。同誌では結婚当初から松井の暴力に悩まされていたと船越さんの知人の証言を紹介し、他の女性とのメール履歴を見た松井さんが船越さんの携帯電話を沸騰した鍋に入れて破壊したなど、他では語られてこなかった事実が明るみに出ました。離婚すると暴れ出し船越さんの頭をハンガーで殴りつけ顔面血だらけにしたなど
といった恐怖のエピソードを連ねています。さらにはたびたび松井さんが自殺をほのめかしたり、船越さんが椎間板ヘルニアで入院した時、病室のベッドで馬乗りになってさっさと電話をよこせと怒鳴り、胸ぐらをつかんでベッドに叩きつけたりしたとも書かれてあったそうです。二人の結婚を反対していた船越さんの父である船越英二さんとはほぼ絶縁状態だったそうですが、亡くなった時にやっとくたばったかと言い放ったとする船越さんの知人の証言も掲載していました。過去に船越さんが顔面麻痺を患った理由も、松井さんは糖尿病の影響としていましたが、船越さん側は恒常的な DV によるストレスと真っ向から対立している状況でした。船越さんは松井さんの連れ子である長男がいたため我慢していたそうですが、2015年10月に松井さんが次女の記者会見で、直前に死去していた女優川島直美さんと船越さんとの過去の交際を暴露したことに激怒します。これがきっかけで別居するようになったそうです。船越さんの所属事務所も、松井さんが当時どのような動きを見せるか予測できないため対応に苦慮している状況でした。船越さんは5日も変わらず NHK 午後生に生出演していました。この件には触れなかったのですが、今は早く過ぎてほしいと思うこともありますけどと意味深な発言も聞かれました。松井さんは5日新たにツイッターを開設し騒動を謝罪しているそうですが、世間に与えた恐怖感はかなりのものでした。夫婦の間には何とも恐ろしい闇が広がっているようにも言えました。その後二人は離婚しています。さて、船越英一郎さんがフジテレビ系ノンストップに生出演し、俳優になったきっかけを明かしたことがあります。船越さんはもともとは映画監督になりたくて、映画少年でしたからね若き頃の夢を告白します。しかしその当時について、どうやって映画監督になっていいかわからない、日本映画が一番斜陽と言われていた時期ですから就職先がないわけですよと明かします。そんな頃、芸能界に訪れたのが2世ブームであったと話し、父が俳優の船越英二さんである船越さんは、僕も2世の端くれっていうこともあってちょっとお声がかかったりしたこともあったので、まずここを足がかりにしてちょっと良いギャラでもいただいて自主映画でも作って監督になれたらなってと当時の思惑を明かしました。しかしそんな不純な動機でうまくいくわけがない、結局ブームに乗れなかったんですね。最初は鳴かず飛ばずで、二と追うものは一とも得ないだろうということで、始めた以上男たるもの一意専心でなんとかなってやんなきゃっていうのでリスタートしたのが3年後くらいですと語りました。船越さんの当時の決断について、父親も反対しましたしね。それこそ40年やって人を見る目だけはある、お前には何の才能もないと、街歩いても誰も振り返らない、俺は全員振り返ったってねと厳しい言葉をかけられたことを明かし、やったとしても3年でいなくなるからそれ以上はしがみつくなよっていうのを一緒に約束させられてこの仕事に入ったんですよと話しました。このエピソードについて MC の設楽統さんが、そうやって厳しい風に、要は心構えとして俳優とはっていうのを最初に言ってくれたんでしょうねと話すと、船越さんは大きくうなずいて、そう思います、そしてそれが父親なりの知った激励だったから後で気がつくんですけどね、まあそっからコツ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 とと明かしました。さて、船越英一郎さんには次のような噂があります。子供がダウン症だと噂されているようですが、結論から言うとこの噂はデマです。船越英一郎さんは以前ノンフィクションドラマ「たった一つの宝物」にダウン症児を持つ親として出演していたことから、ダウン症の子供がいるという噂につながったのではないかと言われています。ところで2010年のことです。船越英一郎さんの母で元女優の長谷川由美子さんが転移性肺がんのため神奈川県湯河原町の病院で死去しました。享年85でした。船越さんの所属事務所によると、数年前に乳がんを発症し亡くなる2年前に再発しました。2017年に入り入退院を繰り返していたそうです。
戦前戦後の大スター、長谷川和夫さんの命で1948年にデビューします。大菩薩峠など1950、1960年代にかけて東映の時代劇映画に数多く出演しました。1958年に俳優の船越英二さんと結婚。1970年代に引退し、湯河原町で旅館旅荘船越を開業していました。2010年2月には同旅館の女将を務めた船越の実妻の平野陽子さんが自殺しています。船越さんにとっては相次ぐ悲劇となりました。いかがだったでしょうか。今回は船越英一郎さんの私生活を覗いてみました。船越さんは自身の子供ではないはずが連れ子の面倒を献身的に見ていたそうです。そのため松井和代さんの騒動はそこまで真剣に取り合わなかったというのが実情です。確かに松井和代さんのした行動や言動には正しい部分があるかもしれませんが、事態の深刻さよりも松井和代さんの話題性の方が勝ってしまったように感じます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。